やっぱりこうバン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 もう、もうね、力を出して前に行ってほしいですよ、ね、あのまず前に行くっていうことをね前提にこう若手はもう行ってほしいです。近畿大学出身の宝富士が勝ちました。さあそして土俵上は隠岐の海に阿炎です。まあ、この両力士もまだ今場所白星が出ていないんですが、それではここで応援タオルも見えております。阿炎の場所前のインタビューをご覧いただきましょう。そんなに早く変われないです。少しずつ前に出れるようになってるし、その辺ちょっとずつ師匠の背中掴んでいかないと、なんか戦闘民族っぽいですよね。わかります。熱があるというか、すごいやってやんぞみたいな、そういう自分はそういうタイプじゃないんですけど、まあ、そのタイプは違うんですけど、まあ、そういう相撲内容に近づけるように、あ、なんか盛り上がるような思考じゃなく相撲内容で盛り上げたいんで、まあ、そこまで頑張ります。とりあえず、アベマ TV をご覧の皆さん、大阪場所もきっといい場所となると思うので、力士全員を応援よろしくお願いします。という阿炎のインタビューをご覧いただきました。まあ、師匠のこと言いましたね。そうですね、まあ、師匠のことよく知ってます私、いくらでも喋りますよって。寺尾さんですね。、はい、元寺尾さん、現在の錣山親方ですが、まあ、その背中を見てね一生懸命学びたいで、やっぱり師匠を見てこう相撲をねバンバン突っ張るっていう本当にいい見本だと思います。はい、で性格は本当にね戦闘民族っぽいって言いますけど、戦闘民族じゃありません。あ、そうですか。普段はどんな方なんですか。どっちかというと甘えたですかね。そうですか。まあ本当にね男寺尾っていう風にしてますけど、どっちかというと可愛い寺尾さんですね。よくプライベートの顔もご存知のね極道山さんならではなんですが、もう24時間一緒にいましたからね。さあ群馬帰りました。それ突き押しの阿炎、組んで相撲を取りたい隠岐の海です。回転の速い突っ張りは阿炎、ただ押されません隠岐の海です。隠岐の海は回しが欲しいところ前に出ていきます。土俵上回っていく阿炎なんですが、ここも残した隠岐の海、ならばと再び前に出て、軍配は隠岐の海です。軍配隠岐の海、最後取ったり腕を手繰りました。はい、物言いはつきません。隠岐の海の勝ちです。今一瞬物言いつくかと思って、なんかこう、あ、佐伯佐之助差し違いやばいっていう思うんですけど、大丈夫ですよね。ただいまの決まりではこういうのドキドキしますね。逆取ったりを取りました。まあ、いつも通りこう突っ張ってますよね。ここ、はい、相手はよく見てます。その突っ張りをちゃんと見てます。で下から前に出て、この右手出したのに引っ掛けて、うん、あーやばいかなと思ったんですけど、ここで、ね、慌ててこう前に出るんですよね。もっと腰をして、この左足今つま下げ立ってましたよね。左足が怪我をされた方がおりますので絶対に投げないようお願いします。隠岐の海さんはもう相手の突っ張りをよく見てます。まあ、阿炎さんはもうガンガン突っ張っていこうっていう。ここも下がりませんでしたもんね。隠岐の海が引っ掛けられた時は危なかったですけど、この阿炎さんはこの右足、これです。もう全然前に出たいんですよ。これがもう一歩出ればまた一つのキーポイントになったんですけど、ここ分かっててもできないんですよ。なるほど、はい、分かってできれば横綱です。今日は隠岐の海の土俵際の技がありました。逆取ったりで隠岐の海勝ち。今場所の初日、阿炎は敗れて3連敗となっています。明日は栃王山戦が控えております。